吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。本日は秋田県の秋田製品の下水処理施設であります臨海処理センターに来ています。こちらはその中の汚泥脱水機です。今中を開けていただいています。これロールみたいになってます。これはねスクリュープレス脱水機。あ、スクリューですか。ね、言います。月島機械さんの機械が入っています。今懐中電灯で照らしていただいています。じゃあ向こうの方に流れていくわけ。向こうから来るんですか。向こうから送り出してきた。スクリーンが入って、はいはい、水分を、このように取って、それでだん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 含水率を、低くなって、含水率的には 80% ぐらいのおでいが、これが汚泥とそれから凝集剤、要するに高分子凝集剤を入れないと、はい、要するにフロックというのができなくて、はい、そのフロックができて初めてこの脱水に入って、それで水分が取れる。じゃあ今これフォーファーとしてるわけ、この状態で。はい、このまま通常の例を入れると全然脱水できませんので、高分子凝集剤という、はい、その凝集剤を入れないと、あのような 80% ぐらいのおでいにはなります。ということです。大高省庁さんからご案内いただきました。ありがとうございました。